すいませんでした。どうやかね、Wi-Fi が切れてました。申し訳ありませんでした。原因不明です。初めてじゃないかな、こういうことはね。Wi-Fi が切れてました。申し訳ありません。今、繋がってると思いますが、申し訳ありませんでした。ただいま。Wi-Fi が切れてました。ごめんなさい。はい。初めてですね、Wi-Fi がこう切れちゃうっていうのは初めてですね。今までそういうことはあまりなかったんですがね。はい、そうです、熱暴走ではないです。まだ暑くないですからね。はい、世の中はですね、世の中はこのようなことを学んでいます。しかし私たちは神のことを学んでいます。神のあれ、どうして始まらないかな。私たちは神の国について、神の愛について学んでいます。あれ、始まらない。声出ないですかね、これ。すいません、ニコ生声出ないですか。声、聞こえるでしょうか。おかしいですね。ニコ生はどうですか。声出てるでしょうか。はい、それでは、続きをします。ニコ生おかしいですね。声出てる、ありがとうございます。ニコ生はですね、コメントがダメですね。すいません、ニコ生コメントがおかしい。はい、アリエルさん、この世の人はお金集めやいい仕事や自分の子供の子育てや世間体で生きてます。そうです。世の中の人は、世の中で、生きていくためのことを学んでいます。世の中に生きていることのために関わることを学んでいます。私たちは違います。私たちは、神の御心を学んでいます。私たちは神の愛を学んでいます。そこに大きな違いがあります。私たちは神の愛を学んでいるんです。すごいと思いませんか、皆さん。世の中の人たちは神から学ぼうとは思ってないし、神の御心を学ぼうと思ってないし、神の愛を学ぼうと思っていないんです。しかしは私たちも以前はこの世のものであり、この世のものを学んでましたけど、今私たちはこの世のことは、虚しい、この世のことは、この世のことは、意味がない、この世のことは、滅びる、この世とこの世のものは滅びる。私たちが関心があるのは本当に価値があるもの、本当に長く続くもの、私たちが、関心があるのは神の国に関すること、また永遠の命に関心があり、そういうものを求めています。そして私たちは神が愛だということが分かりました。神が愛であり、神の愛こそこの世の鍵、この世の答え、この世の解決だということが分かりました。エマルさん、ただいま、Wi-Fi が切れてました。すみませんでした。皆さん気づきましたよね。皆さん悟りましたよね。何が大事かということを悟りましたか。エマルさん、悟りましたか。何が大事なんですか。この人間にとって何が大事なんですか。私たちはこの人生で何が大事なんですか。皆さん悟りましたか。悟りましたか。何が大事か悟りましたか。私たちは真理を知ったんです。そして、真理の内を歩むというのはその真理に基づいて生きるということです。
聖霊さん、働かなくていいというわけではないですよ。ね、いや、この世で働かなくてもいいんです。この世で働かないで、神のために働くのです。そこのところはなかなか難しいので、クリスチャンでもなかなかクリアしてませんが、私たちは、この世で働かないで、神のために働くのです。すぐに聞いてわかるわけじゃないかもしれませんが、御言葉にそういう御言葉があるんです。亡くなる食べ物のために働いてはいけない。永遠の命のために働きなさい。永遠の命に至る食べ物のために働きなさいとあります。安井さん、ニコ生民にとってこの放送は心の拠り所になっています。わあ、素晴らしいです。皆さん、素晴らしい、コメントが来ました。ニコ生民の、ニコ生動いてない。ニコ生民にとって、この放送は心の拠り所になってる。嬉しいですね。嬉しいですね、それはね。ニコ生、ニコ生にとって、この放送は、心の拠り所になってる。アメン。素晴らしいです。素晴らしいです。素晴らしいです。ちょっとコメントが動かないんですね。これちょっとおかしい。はい。アリエルさん、イエス様に愛されること、認められて天国に行くことが夢です。最高の幸せ。イエス様に愛されること、認められて天国に行くことが夢です。最高の幸せ。皆さん、アリエルさんは、真理を知って最高の幸せだそうです。アリエルさんは最高の幸せです。最高の幸せです。ね。真理を知るというのは最高の幸せになるということです。真理を知るなら最高の幸せになるのです。本当に、素晴らしいこと。真理。このニコ生どうしましょう。ニコ生コメントがですね、出ないんです。ごめんなさい。ニコ生コメントが出ません。どうしましょう。あ、ニコ生出ました、出ました。よかった、よかった。エマルさん、今日は何台で配信ですか？ 1,2,3,4,5 台ですね。朝5台、夜6台ですね。朝5台、夜6台です。つまり今、5個のスマホで、コメントを読んでるんですね。5個のスマホでコメントを読んでいます。法順さん、アーメンというラーメン屋があったら旧牧師は避難しますか？いや、喜びますよ。喜びます。アーメンというラーメン屋があったら喜びます。食べに行きます。食べに行って、アーメンと言いながら食べます。アーメンと言いながら食べますよ。パルさん、コロナが増えてるみたい。そうですね。昨日、東京だけで3500人、またコロナが増えてますね。エマルさん、マジっすか。マジっすか。アリサさん、おはようございます。メロンさん、おはようございます。それで、話を続けます。はい、皆さん。私たちは、何が大事かということが分かってきたんです。本当に大事なことは、この世のことではなく、神様の、御心です。神の愛です。そして神の愛を学んでます。神の愛がなぜ素晴らしいか分かりますか？じゃあちょっと皆さん、天国大学テスト、当然といえば当然ですよ。当然といえば当然ですが、一応聞きます。なぜ神の愛が、素晴らしいか。なぜ、神の愛を学ぶべきですか。エマルさん、はい、テスト。なぜ神の愛を学ぶべきですか。なぜ神の愛が大事ですか。スタート。当然ですけど、一応皆さん、自分の考えをね、書いてください。エマルさん、書いてください。なぜ神の愛を学ぶことが大事なんですか。ジェシーさん、マルさん、ビベオさん、スイさん、おはようございます。愛に飢えてるから。そうです、そうです。
すべての人は神の愛に飢えてるんですね。すべての人は神の愛に飢えてる。ですから間違えて人の愛を求めてますが、人の愛ではダメなんです。人の愛では本当に満たされません。すべての人は神の愛が必要であり、神の愛に飢えてるんです。間違って人の愛を求めて恋愛をしてしまいますけど、人の愛では満たされません。人の愛では満たされません。神の愛で満たされるのです。宝珠さん、自分が傲慢にならないため、傲慢にならないために愛を学ぶ。確かにそうです。愛がないということが、まあ、傲慢ということでも言えるでしょう。愛というのは謙遜ですね。愛というのは謙遜だから、私たちは謙遜を学ぶということでもあるわけですね。アリサさん、人間はみんな神の子だから。いや、違うんです。聖書では違うんですよ。聖書ではね、人間はみんな神の子じゃないんです。ヨハネのね、ヨハネ1章の12節かな、ちょっと正確じゃないんだけど、ヨハネ1章12節前後にこう書いたんですね。イエス様の名を信じる者、イエス様を信じる者が神の子になる特権が与えられるってあるんですね。つまり多くの人は悪魔の子なんです。人間は悪魔の子。皆さんちょっと怒るかもしれないけど、聖書にそう書いたんです。罪を犯す者は悪魔の子だと、第一ヨハネの、3章かな、第一ヨハネ3章に罪を行う者は悪魔の子だって書いてあるんです。そして、イエスキリストを信じて善を行う人が神の子なんです。ですから第一ヨハネ3章にはですね、神の子か悪魔の子の区別は、罪を犯すか善を行うか、罪を犯すか善を行うかによって、罪を行う者は悪魔の子であり、善を行う者は神の子だって書いてあるんです。だから人間はみんな神の子じゃないんです。人間はみんな神の子じゃなくて、神の子はイエスキリストを信じて義を行う者、義というのは正しいっていうことですね。義を行う者は神の子であり、罪を行う者は悪魔の子なんですから、ですから人間はみんな神の子じゃないんです。人間はみんな神の子ではない。アリサさん、イエスを信じる人はみんな神の子。そうです。イエス様を信じて善を行うなら神の子です。また、もっと、詳しく言うと、兄弟を愛する者は神の子であり、兄弟を憎む者は神の子ではないと書いてあります。ですからクリスチャンは兄弟姉妹を愛します。兄弟姉妹を愛するというのは神の子なんです。しかし、ノンクリスチャンは兄弟姉妹を愛しません。なぜならば、そのクリスチャンじゃないからね。だから、兄弟、未信者の人たちは、神の子ではないということですね。宝珠さん、乙武さんはあれですか、クリスチャンなんでしょうか。アリエルさん、イエス様の愛こそが一番の愛。十字架で私たちの罪を許してくれた本当の愛。その通りです。皆さん、私たちは、神の愛を知りませんでした。神の愛を知りませんでした。しかし十字架を見て神の愛が分かったんです。十字架を見て初めて神の愛が分かったんです。なぜ十字架を見たら神の愛が分かるんですか。どうして十字架を見て神の愛が分かるんですか。それはイエス様が兄弟のために命を捨ててるからです。兄弟のため、兄弟を愛するがゆえに、兄弟のために命を捨ててるのが十字架です。ですからそこに愛がある、そこに愛がある。私たちは十字架を見て初めて神の愛を見たのです。十字架というのは、神ご自身が神の愛を表しているのです。私たちは十字架によって神の愛を知り、神を知ったんです。つまり
十字架を 見なければ、誰も十字架を見なければ神がわからないということです。エマルさん、そういえば神の子、神の子、何でしょうか。最近見ないな。これなんて読むのかな。神の子純、神の子純って、神の子純って何でしょうか。宝珠さん、五体満足に生まれてきて旧牧師はそれでも神に感謝できますか。どういう意味でしょうか。私は、感謝しますよ。生まれてきたことを感謝します。気にしないでください。話の腰を折って、はい、宝珠さん、周りの子が運動会のリレーで思いっきり一生懸命走っていて、自分はいつも見学、それでも旧牧師は神に感謝できますか。生まれてきたことを感謝しますよ。人間として生まれてきたことを感謝します。そして、十字架に感謝します。十字架に感謝します。十字架によって初めて神の子になったんですから。悪魔の子で生まれてきましたけど、悪魔の子で生まれてきた、ことは残念ですが、しかし十字架によって神の子になったんですから、私は十字架に感謝します。十字架に感謝します。ヘチオさん、十字架のネックレスは偶像になりますか。ちゃんと十字架の意味を知ってるなら偶像ではありません。十字架の意味を知らなければ、偶像になることがあり得ます。しかし、十字架が自分のためであり、自分のためにイエス・キリストが死んでくれた。十字架は私たちを救うためである。私たちに、その私たちが義のために生きるためであるということを知っているなら、それは、偶像ではなく、それは福音を信じていることになるんですね。はい、皆さん、そういうわけで、私たちは、十字架によって神の愛が分かったんです。十字架によって神の愛が分かったんです。しかし、それを私たちは実行しなければ本当に理解したことになりません。皆さんは、神の愛が大事だということはもうみんな、分かるでしょう。愛さないよりも愛した方がいいということは分かると思います。しかし、世の中の人は愛が大事だということを分かっていても愛せないんです。人を愛せないんです。愛そうと思っても愛せない。子供を愛そうと思っても虐待する。老人を敬おうと思っても老人を虐待する。それは愛が大事だということを分かっていても愛せない。それが神の子です、悪魔の子です。悪魔の子というのは、愛せないということですね。人を愛せない、愛せなきゃいけないと思いつつ愛せない。それが人間の問題です。じゃあどうすれば愛せるようになるんですか。それはイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて、神の愛を受け取って、神の愛を受け取って、神の愛を学んで、神の愛を学んで、聖霊を受けて、聖霊を受けて、聖霊に導かれて生きるとき、イエス様の教えをしっかり実行するときに、愛せるようになるんです。初めて愛せるようになるんです。皆さん、それが皆さんの中に経験している人がたくさんいます。まだ経験してない人もいるかもしれない。しかし、神の愛をも実際に実践している人がたくさんいるんです。宝珠さん、違いますよ。違います。寝たきりの老人になっても人生終わりではありません。私が寝たきりになってもお祈りができます。祈れるならば生きてる価値がすごくあるのです。寝たきりになっても祈ることができるので、生きる価値はありますけど、世の中の人たちは祈れないので、寝たきりになったら生きる価値がないでしょう。しかし、クリスチャンの場合は違うんです。寝たきりでも素晴らしい生きる価値があるんです。
エマルさん、どんな方でも年配の方は尊敬してます。ハレリア、素晴らしいですね。素晴らしいです。ホージュンさん、実際に病院で見てください。寝たきりの老人はもう目が死んでいます。そうです。ですから、電動が必要です。電動が必要です。老人に電動が必要です。老人の方々に、イエス様が必要なんです。イエス様が必要です。くまくまさん、そのギャンブルでお金をなくしたらもう二度とギャンブルをしまいと決心しましょう。そうすれば安いものです、ね、安いものです。2万円でギャンブルから縁が切れる、2万円でギャンブルから縁が切れるなら安いものです。そうでしょ、ポッポポッポ、そうでしょ。2万円でギャンブルやめれたら安いでしょ、ポッポ。はい、皆さん、ね、私たちは失敗しても信仰によって益となるんです。失敗しても信仰的に考えれば全てが益となります。信仰的に考えれば全てが益になるのですから、皆さんぜひ、信仰を持ってください。イエス・キリストを信じる信仰を持てば皆さんの人生は好転します。生き返ります。皆さんの人生は、輝くようになります。神の愛を学べるようになるんです。 Z さん、ノンクリスチャンを悪魔のことってことをあまり意識したことはありませんでした。いや、本当ですよ皆さんね。多くの牧師がね、未信者は悪魔の子だなんていう牧師聞いたことないですよ。メッセージ聞いたことがない。やっぱりちょっと勇気いりますからね。ね、でも聖書には書いてあるんですよ。皆さん見てください。第一ヨハネの手紙3章に書いてあります。書いてあるということは、牧師はそれをはっきり教えなきゃいけません。聖書に書いてあることを教えなきゃいけません。ね、書いてあります。皆さん、聖書を持っている方はチェックしてください。第一ヨハネ3章。第一ヨハネ3章に、罪を行う者は悪魔の子である。罪を犯す者は悪魔の子であると書いてありますから、それを教えなきゃいけません。勇気いりますよ。ね、私がね、未信者はみんな悪魔の子だ、未信者はみんな悪魔の子だなんて言ったらですね、みんなびっくりしてひっくり返って、そんな、もう怖い牧師は知らないと、みんな、逃げちゃうので、あまり普通牧師は言わないんですけど、でもね、真理ですからね、それね。真理ですから、やっぱり真理は曲げてはいけません。真理は曲げてはいけませんから、やっぱりそれは言わなければならないのです。小鼠さん、イエス・キリストは神です。イエス・キリストは神です。小鼠さんは知らないだけなのです。知らないだけなのです。ホジュンさん、死刑囚に生きる意味はありますか？もちろんあります。もちろんあります。多くの死刑囚がイエス・キリストを信じて救われました。多くの死刑囚、まあ日本の場合はわかんないけど、世界中で多くの死刑囚はイエス様を信じて、救われました。アリエスさん、キューちゃんはイエス様の愛があればこの世不適合者でも生きていいですか？もちろんです、もちろんです。アリエスさん、むしろ世の中の適合者の方が不適合者なんです。この世の適合者は神の国では不適合者、神の国での適合者はこの世で不適合者で構わない。私たちは、そもそもこの世のものではないし、私たちは神の国のものですから、むしろこの世と調子は合わせません。この世とは価値観が違います。この世は神の悪魔の子の世界。私たちは神の子の、神の子ですから、私たちは悪魔のですね、まだいるね。ポポちゃん、まだいます。何してるんですかね。ポポちゃん、何してるんですか。何をしてるんですか。メッセージを聞きたい。僕はメッセージを聞きたい。鳩だけど。僕は鳩だけど、メッセージが聞きたい。素晴らしい。聖書にね、
聖書に被造物は神の子の現れを待ち望んでいるとありますから、動物でもですね、クリスチャンを喜んでいる、動物でも神の祝福を受けたい、動物でも神の祝福を受けたいということですね。はい、証しタイム行きましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、自分は悪魔の子だった、罪を犯した悪魔の子だったけど、イエス様を信じて神の子になった、罪を憎んで善を愛するようになった、イエス様の教えを実行し私は神の子になったと感じる人、感じる証。芳純さん、このように絶望している人はどうしたらいいんですか？イエス様を信じてイエス様を希望にすることですね。イエス様が本当の希望、イエス様が本当の希望です。はい、証しタイム、証しタイム、イエス様を信じて神の子になった、神の子として生きれるようになったと感じる証。桜吹雪さん、マリア信仰ではありませんよ。マリア信仰はカトリックですよ、カトリック。マットさん、刹那主義はダメですか？ダメです。刹那主義、快楽主義はダメです。クリコさん、鳩のように脳みそが小さくても神様を信じたら天国行けますか？鳩はね、神様を信じることはできません。ポポちゃん、イエス様を信じれますか？ポポポ、イエス様を信じれる？イエス様を信じれます？どうなんでしょう、まあ、イエス様を信じるのは人間だけでしょうね。人間だけがイエス様を信じれます。ポポはそのクリスチャンの祝福を受けることはできるかもしれません。クリスチャンのペットは祝福されてますね。クリスチャンのペットは祝福されてます。アリエさん、この世の罪を悔い改め、イエス様から許してもらい楽になりました。イエス様の喜ばれることをしていきます。そうです、イエス様が喜ばれるもの、それは神の愛のうちに生きることです。私たちが兄弟を愛し隣人を愛すること、神を愛すること、それは神様が喜ばれること、それが生きる目的です。そしてそれを実行したら素晴らしい祝福が来るのです。それはイエス様を愛することです。イエス様を愛することはイエス様にも愛されるのです。皆さんがその真理を知ったならばそれを実行しましょう。エマルさん、ポッポを懐いていますね。何かあげてるんですか？エマルさんもぜひ、真理を気づいたでしょうか？エマルさんは、神の愛で生きようと決心しましたか？兄弟を愛し隣人を愛そうと決心しましたか？そうすればイエス様に愛されます。イエス様に愛されます。エマルさん、しましたね。ハレリア、素晴らしい。神の愛で生きようと決心したなら、エマルさんは素晴らしい祝福を受けます。ハレリア。宝珠さん、同じ神から同じ啓示を受けているんだから。イエス・キリストとマホメットは親友じゃないんですか？全然違います。マホメットはですね、クリスチャンじゃないですよね。マホメットはクリスチャンじゃないですから、それはもう、全然、まあ、偽預言者ですよ。マホメットは偽預言者です。エマルさん、最近刑務所に面会に行かれてますか？いや、あのね、手紙だけですね。手紙だけです。面会には行ってません。小泉さん、ではあなたが信じているものは何ですか？小泉さん、あなたが信じているものは一体何でしょうか？教えてください。 Z さん、どんなに不安な時も落ち込んでいる時も
イエス様を信じて生きていこうと思いました。それは大正解、大正解ですね。それをしっかりと守ってください。それを、しっかり守ってください。小鼠さん、我々日本人は太陽を信仰するんだ。小鼠さん、太陽はね、太陽は重水素が、核融合して、熱を出している天体に過ぎません。太陽は、単なる核融合の天体です。太陽は、神じゃありません。確かに、太陽は神を表しています。太陽によって、生物は生きていますから神のような存在ですが、太陽は天体です。神ではありません。太陽も神様によって作られたものです。宇宙には太陽のような星はもう数えきれずあるんです。太陽は神が作った天体の一つにすぎません。太陽は神ではない。太陽は神ではありません。そうです、太陽の核融合は神が設計しました。ということは太陽は神じゃないということでしょ。神が核融合を、考えたんですから、その核融合で存在する太陽は神じゃないということですね。はい、それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて分かってきた、分かってきた、この世は無知である。この世は悪魔の子で、罪を犯していることさえも気がつかない。あらら、ポッポちゃん。この世は無知で罪のうちを歩んでいて、自分が悪魔の子であることも知らない。そして、悪魔に束縛され罪の奴隷となっている。しかしイエス・キリストを信じる者は、神の子になり、罪が許されて善を行うようになった。善を行って、その善の中でも神の愛で人を愛する、神の愛で神を愛する、それがいかに素晴らしいかということに、分かった。そのような本当に大事なことは何なのか、本当に大事なことは何かというのを、分かってきた。イエス様を信じて、イエス様を信じて、そのように、生きたい、神の愛で生きたいと思う人、アメンと言ってください。アメン。桜吹雪さん、何でも悪魔に責任転嫁するのは不誠実ではありませんか。悔い改めというのはね、悔い改めというのは自分に責任がある、自分に罪があるということを認めるのが悔い改めです。ですから悪魔に責任転嫁しているのではありません。自分の責任を認めるのが悔い改めです。悪魔のせいだから私には罪がない、悪魔の誘惑だから私には罪がないというのは、それは正しくないんですね。悪魔が誘惑したかもしれない、悪魔が誘惑したけど私が罪を犯した、私が罪を犯した、それが悔い改めですね。アメン、アメン、アメン。天のお父様、私たちは以前は無知でした。何も知りませんでした。善悪を知りませんでした。霊的なことを知りませんでした。悪魔が働いていることを知りませんでした。神が愛であることを知りませんでした。しかし私たちは十字架を見て初めて神の愛が分かりました。十字架を見て初めて神の愛が分かりました。罪のないお方が罪人のために命を捨てる。罪人のために命を捨てる、罪人のために命を捨てる、そこで初めて神の愛が分かりました。神の愛分かった、神の愛分かった、神の愛が分かりました。イエス様、今アーメンと言った方々が、アーメンと言った方々が、神の愛が分かりました、神の愛が分かりました。どうぞこの世のものに価値があるのではなく、
神の愛に価値があるということが分かりました。これからは神の愛を求め、神の愛を学び、神の愛で愛することを、で生きていきます。どうぞイエス様、イエス様、どうぞ、今アーメンと言った方々が、神の愛を理解しました。彼らがイエス様を信じて神の子になりますように、悪魔の子から神の子になりますように、悪魔の子から神の子になりますように、そして神の愛で歩みますように、兄弟姉妹を愛するようになりますように、隣人を愛せるようになりますように、どうぞイエス様、神の愛で生きていくことがいかに素晴らしいか、神の愛で生きていくことがいかに大事か、どうぞ体験することができますように、実行することができますように、そしてこの神の愛で生きることによって世の中にの闇が消えていきますように、世の中が変わりますように、世の中が明るくなりますように、どうぞリスナーを用いてください。リスナーを用いて日本が変わりますように、日本が変わりますように、神の愛で日本が変わりますように、家庭が変わりますように、地域が変わりますように、用いてください。私たちを用いて清めて神の愛で生きることができますように、もっともっと神の愛を教えてください。もっともっと神の愛を学べますように、リスナーがもっと学びたい、神の愛を学びたい、神の愛を学んで素晴らしい人生を送りたいと思うようになりますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん、素晴らしいことが起きます。素晴らしいパラダイス、ごめんなさい、出てこない、サプライズがあります。皆さんに、神様が素晴らしい祝福を与えます。サプライズを与えますよ。期待しましょう。素晴らしいことが起きます。素晴らしいことが起きます。神の愛は、罪を覆います。神の愛は罪を覆います。神の愛は悪魔に打ち勝ちます。悪魔に打ち勝します。今日も神の愛を実行しましょう。隣人を愛しましょう。それでは皆さん、また夜7時にお会いしましょう。シャローム、シャローム、シャロームはこんにちはさようならという意味なんですが、おはようはね、おはようはボーケルトーブ、おはようですね。ボーケルトーブ、シャローム、ボーケルトーブ、シャローム。なんかボーケルって言うとボケる感じ、ボケたくないですけど、ボーケルトーブ。はい、それじゃあシャローム、シャローム。